んかとんでもないコンテンツが組まれまして、うん、今回の、はい、とんでもないとはイナズマオンラインフェス、うん、まあもともととんでもないコンテンツの宝庫ですけどね、うん、あれね、すごいみんな分かってないんだけど、うん、喫煙室の密談をやれって言われてやるのすごい大変だ、はい、やらなきゃいけないそもそもさ、うん、梅草で始まった企画だもんね。そうだよ、あれはもうなんかやべえ、1ページ余ってる、余っちゃ、開いちゃったよ、開いちゃってる、飛んじゃったよ、どうしようって、うん、あ、じゃあっていうことはあれでしょ、で、喫煙室に集合してみんなでどうするどうするって話を始めて、うん、そう、それであのグダグダのやつでしょ、そっから話して1ページ埋めたんだから、ね、でもね、中にはね、神回があるの、あるね、うん、たまに僕らの中では、ね、たまに実はライトニングの古い読者の人だったら知ってるけど昔ね、ライトニングには喫煙室の密談という謎のモノクロページが文字だけのね、はい、俺は1回だけ埋めたつもりがあまりに大好評で続いてしまったと、ね、あれだよね、写真もなくて文字だけ、文字だけだそうそうで、タイトルと文字対話でだって文字だけにしないと間に合わなかった、いやそうだね、写真なんか入れられない、俺を見になんとかせみたいな話で、うん、俺も頑張って怪我の巧妙なやつだよ、ね、15年ぐらい前だよ、あれもいつまでやってましたかね、モノクロページがあった時までですから、うん、まあまあちょっと前まではあれ、あれモノクロページがなくなったと同時になくなったんじゃなかったかな、あれ覚えてねえ俺、うん、で時代もね、だから変わりましたよね、はい、じゃあ何タバコをやってくれっていうことは、あ、ごめん、ここの場所タバコ吸えないんで、今日はそっちじゃないもん、おもむろにで持ってますよ、ね、出しちゃったけど、そっちじゃないもんっすけど、あ、これはじゃあ、あれなら、あの加熱だったらいいの、加熱のとこね、うん、あ、ごめん、だから俺も今日最初から加熱吸ってんだ、なんかさっき吸ってんのおかしいなと思った、でもこれをしながら、うん、いわゆるそのリアル喫煙室の密談をしなきゃいけないってことね、うん、その文字じゃなくてね、リアルなね、コンテンツに組まれてるからそういうことになりました、おっ最高じゃん、いやいやこれさ、俺昨日さ名古屋行ってたの、うん、朝から、うん、朝8時に名古屋、あ、じゃあ品川駅待ち合わせで、はい、あ、新幹線で、新幹線で、はいはい、あの、まあ、ちょっと目上の人とね、やんごとなき事情で名古屋行くことになって、はい、うん、大人になるとね、やんごとなき事情が増えるからっていうのもなかなかね、その方はタバコ吸わない方なんで、はいはい、2人きりなわけよ、2人旅なわけよ、はい、これ今日一日タバコ俺吸えない日ってこう決めなきゃいけないわけだよ、うん、すっごい大変だよ、俺らみたいな、あの喫煙車両の近くとか取らない人ね、いや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 、乗っても、もう新幹線想定するわけ、向こうがチケット取ってくれてるから、うん、あ、もうグリーンかなみたいな、もうグリーンだろうな、うん、でも喫煙車両に行くこともできません、そんな時は、あ、じゃあちょっと俺タバコ吸ってくるからちょっと待っててって言える間で、まあ、ない、そういう人じゃない、間柄ではない、はい、緊張感があるやつね、緊張感ある程度ね、うん、はい、だから大人になるとそういうこともあります、ある、あ、だからもう今日一日タバコ俺は我慢しなきゃいけないっていう、うん、もう心構えで8時に、あ、もう一日予定、一、うん、日一緒にいる予定、一日名古屋、あ、日帰りだ、丸一日だ、はい、そう、きついな、それで、はい、あの話をしててね、はい、あ、話もうそんで新幹線横行ったらこれ寝てもいけませんからね、あ、なんか寝れない、寝ちゃいけない、ね、そういう人じゃないよね、相手が寝てくれればいいみたいな、まあ、寝る大体1時間半、うん、ずっとしゃべ、まあ、会話になるよね、うん、当然携帯とかも見ちゃいけないじゃない、そういう時って、うん、もうそうするとさ、こう世間話をしなきゃいけない、はい、うん、しなきゃいけないっていうのは普通それもその言い方どうかと思うけど、世間話はする、疑いたくなるような仲になってきたね、するじゃない、うん、そうなると、うん、当然朝行く前に、はい、ためニコチンしなきゃいけないみたいな状態になるわけですよ、わかる、とりあえず、ね、あれ何なんですかね、うん、急にほらこっからしばらく飛行機乗る前とか食べたくなるじゃない、なる、別にあれたまんないよね、そうそう、俺、ね、別にたまんないたまんないよ、ね、気持ちだから、気持ち、そうそうそう、うん、気持ちでなんかこうちょっとストック作ってくれる、俺さ海外とか長い時間飛行機吸えないじゃない、うん、もう降りてあととりあえず2本タバコ吸うもんね、わかる、1本でもいいんだと思うよ、なんか乗る前もとりあえず2本もうね両手、あれなんだろう、あれなんだろう、両手、うん、ね、みたいな、で乗ってる間はさ、その2本吸った時の思い出だけでもスタッキーになってる、一番腹立つのは飛行機の中の映画でうまそうにタバコ吸ってるやつ、うん、ああ、うん、でね、そういうシーンあるもんね、ちょっとね、うわタバコ吸いてってなるんだけど、うんうん、俺戦争映画とかやってると絶対見ちゃう、絶対吸う、絶対そういうシーンや、戦争映画ってやったらタバコ吸うから、うん、昔の話だから、うん、そうね、くじくじのぐじぐじのタバコね、うん、そう、うん、だからもうさ、いや、いいんだよ、アニメとか見ればいいんだよ、確かに小学生向け、そう、小学生向けのね、うん、コンテンツを見れば確かにいいかもしれない、うん、いやそんなことはどうでもよくて、うん、で品川駅でためタバコため吸いしようとしたわけ、うん、あ、その人に会う前に、会う前にとりあえず吸っとこうって、ね、だけどさ今って駅で喫煙所があるのって新幹線の
駅しかないんだよ、うん、そう、改札の向こう側ね、だけど新幹線の改札で待ち合わせしてるってことは、うん、もう一緒に入るわけじゃん、そしたら俺ちょっと一分してきますね、家の意外とね、あー、そういうことね、その前になんとかと思ったら品川駅すごいな、うん、コーヒーショップでさ、うん、朝さ、はい、入ったらさ、あるの吸えるとこ、いやいや構内に加熱式タバコ専用の、あー、そういう分煙になってるわけ、あー、紙巻きは、うん、ダメよ、それだこれ OK なの、はい、最近増えてきたよね、うん、そういう喫煙所もだから、だからやっぱり、うん、俺は初めてだったんだけど、いや本当に我慢できない人もね、うん、こっちにした方がいいんですよ、うん、吸えるとこはまだあるから、 それならいいよって言ってくれるところもあるから、うん、今だんだんお店とかでも吸えなくなってきてる多いじゃない、うん、これだったら OK って店もあるあそう、飲み屋さんとかでもね、たまになんかそういうとこある、まあ、の喫煙所とかで、でも紙巻きはもう無理、うん、俺そこ行ってるあそこはさ、うん、あのシガーバーなんだけど、全然知ってください、そこは全然さすがにシガーバーは OK だよ、ステージが違うで、うん、それはステージが違う、それ何バーまで吸えなかったのか、全然ステージが違う、うん、それはむしろあの葉巻以外が多いって言われちゃう、うん、間違ってませんかって言われちゃう、そうそうそう、まあ普通にタバコ吸ってますそこでね、そこでね、だから便利よね、最近で、で、そこの、そこが、で、加熱式は吸えますよ、いや、すげえなと思ってたんですけど、はい、そうで、溜めた、で、喫煙室の密談入ります、なるほどあ、そういう話、だからもう喫煙室の密談の時代が変わったから、うん、加熱式、加熱式喫煙室の密談、うん、タイトルがね、もう加熱式の対談にします、なるほど、はい、やっぱなんか時代も変わったな、俺たちもちょっとアップデートしてます、うん、そうだね、だってさ、うん、いくつよ、この会社入った時いくつ、ライトニング俺だって約18、9年ぐらい前だから、で、面接でライトニング入りたいって言わなかったんだよ、この人知ってるよ、知ってる、文具でしょ、いやいや、カメラ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 の編集部入りたいって言って、うん、で、なんか、俺面接してないんだよ、まだ俺もペイペイだった、でも採用されなかったんでしょ、カメラには、そうまだね、トサカなかったあ、そう、スキンヘッド、坊主だ、そうで、そんな、あそこはね、もうちょっとこうね、こう、なんていうの、小綺麗な人たちの集団だから、うん、小綺麗な、ね、相手にされない、小綺麗な集団、こっちは何、小汚い、小汚い、じゃあ、なんなのそれ、なんなのそれだってさ、そのカメラ編集、ね、小綺麗には見えない、編集長いたわけ、はい、何の質問も来なかった最初からいらねえんだろうなそういうことですよ、ね、意思がない、そうそうそう、一生懸命アピールしてた、何の意思もなく、うん、ふーみたいな、やべえなっつって、もう一回呼ばれたわけ、これはねえなと、お前ライトニングだな、今の社長に言われた、もう一回呼ばれた、そうそう、社長、社長、社長に、まだ先で一回返されて、うん、後日、うん、また来てください、うん、へえ、面白いね、うん、2回目あるよ、え2回目ある、え、でもその時はもうダメだったなっつって思ったけど、思ったけど電話があって、また一時通過だよ、そうそう、一時通過したわけよ、で、役員面接だよ、うん、あ、そういう、うん、一発 OK のあれじゃないんだ、うん、一発 OK、一発ダメの面接じゃない、今だって大体2回ぐらいちゃんと2回ぐらいやってるぞ、だから一発のやつもいるけどね、たまには配合、はい、どうぞみたいな、俺は面接しないで入れちゃうこと多いから、うん、で面接しないで入れちゃった人でさ、うん、はい、ね、うん、なかなか当たりは少ないね、やっぱり、でも面接しても面接しても一緒だと思いますよ、ね、さ、面接しないで入れようと思ったやつは当たりが多いはずだよね、だって聞かなくても知ってる人を入れてるんだもん、ね、いやいや知らない人だけど面接をしない面接しないの、そういう会社自由でいい、タイミングってあんだよ、うん、やっぱりすごい入りたいって言ってきてくださる方もいるんだけど、うん、俺の中ではやっぱり若者をなかなかさ、うん、ね、うん、言いにくいけどうちの仕事多分ほら価値観がちょっと違うから、まあそうね、時間とかさ休日に価値観を置いてる人ってさ、うん、なかなか難しいかもしれない、うん、続かないじゃん、うん、だからもう遠くから引っ越してくるとかっていうのには、うん、極力進めないんだよ、うん、あー、もう家まで越してきますみたいな、そうそうそう、3ヶ月やめちゃうかもしれないじゃん、だって、うん、まあ、絶対入るときは大丈夫です頑張りますなの、絶対みんな言うよ、いや、それは100万人、100万人がいます、だけどいろいろな事情ってあるじゃん、うん、実家にやっぱり戻らなきゃいけないとかさ、うん、いろいろな事情があるから、あの一番多いのは東京に馴染めないっていうのがある、それちょっと待って、どっから来た人それどうしようもねえじゃねえかよ、地方から、地方から、地方出身者じゃん、あなた、そうですよ、そうだよ、馴染んだ、
いや、ね、どちらかといえば馴染んだ、馴染む人と、はい、馴染まない人と、うん、あでもいますよ。だって僕もほら同級生いっぱい東京出てきてますけど、うん、もう数えるほどしか東京に住んでないし、みんな戻る。俺は地元の水があるなみたいな。やっぱ U ターンで就職する人間もいるし。だってさ、小池さんすごいよ。俺緑嫌い、アスファルトしか愛せねえってよくわかんないこと言って、そんな東京人いますなんて。品川ナンバーしか乗りたくないそう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 、東京人言われたら逆に品川ナンバーなくなっちゃってさ世田谷ナンバーになっちゃって馴染みすぎだろ。世田谷ナンバーでもいいかなみたいな家買うのまでナンバープレートの場所で家買ったからって、この人確かに。そう、あ、それも変わったんだね。だからもう家も探す時も品川ナンバーのエリアでしか探してないです、うん、考えたことねえ俺それ以外なかったんですよ。それだったらほら田舎帰るのもあんま変わらないから。ほら馴染んだ人はいいけどね、馴染めない人はいない。違う、馴染んだって勘違いして生きてます。俺なんか東京にさ、うん、もう48年いますけど、うん、とかね、馴染まないとかね、とかとかだそうそうそう、03じゃない、03じゃない東京区じゃないから、うん、あそこ、うん、04系ですか、ね、04系だね、うんうん、そう、俺の地元だって04やってたからね、なんて言った田舎だね。すっごいだよ。まっすぐな道があるってことだよね。そうそうそう、そう、うん、まあね。かつてですよ、うん。今やったら怒られますよ。いやいや、そう、かつての話。かつて、昔だからね。そういう人たちがいた時代ね。でも東京に馴染めなかったらさ、うちに馴染む以前の話だからね。そう、確かに。そんな、どうすればいいの？東京にあるからね、会社が。そうそうそう。会社、神奈川に移すか、みたいなね。うん。まあ東京、あの会社自体がどっか地方に行けば、もしかしたらその人は本領を発揮するかもしれないですけどね。うん、なかなか馴染めない人もいるってことです。なんでやっぱり面接は重要なんじゃないかって最近思ったの。今さら、うん、今か今、うん、そう普通面接するもんな。もうこれまででもね、これね、うん、変なこと言うと、うん、とりあえず仕事させてくださいっていう人増えちゃいますよ、うん、面接もしないで雇ってくれるんだ。だからごめん訂正しとく、うん、面接はした方がいいんじゃないかって最近覚え始めて。そう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 、うん、いやその前で聞くのやめた人は多分もう履歴書書いてんじゃねえかなって。おこれなんか雇ってもらえるのかな、まあ、ごめん今募集してない。だからもうそこまで聞いてないから今聞いてねえから。いやもう聞いてないから、もう書いちゃってるから、うん、そう。あでもこれタイミングで実は俺だってライトニング2回受けてるんだよ。え1回落ちてるってこと？俺 A 出版社に来る前のライトニング。ああすごいねそれ。あそれ面白いのか。 TV クラブ時代俺他の出版社で雑誌作ってたじゃない、うん、でやってて、うん、ライトニングが買って見てたからちょっと、はい、うん、その時に出してんだ。出してないんだよ。電話したんだよ編集部に。ああはいはい、うん、で今募集してます、はい、あしてませんかちゃんと終わったんでそれで終わってんのちゃんちゃんと終わっちゃんちゃんじゃあ紙一重でしたね。うん、そうだって僕はそれで受かってるからそれで、うん、分かんないもんですね、うん、しばらくまた1年以上経ってからかな、うん、それで次朝日新聞の、うん、昔さ我々のさ求人広告、求人広告、出版業界の求人広告、あ何曜日って、うん、朝日新聞の日曜版だったんだよ、うん、俺ね見てたの。俺見てる。結構見てる。見てる。探してか。探すよそりゃ。で、ライトニングでロゴ付きでさ、うん、募集してるの。あ、なんか記憶にあったかもしれないな、うん、そんな時。あれーと思って。何それーと思って、うん。ついに募集をしてると。してるーと思って。あの時してないって言われた。出版社が TV クラブじゃねえぞーと思って。はいはい。読み方は読めねえみたいな。奇変だっつって。奇変だってんだ。出版社。出版社。読めねえから。出版社だ。出版社になってるそれで履歴書出したの、うん、で2回ですか。で1回目来て、うん、1回目来た時は一応呼ばれたんだね。来た来た、うん、編集長ライトニングの当時の編集長と、はいはいはい、ラジコンワールドの編集長といて、はい、RC ワールドね、うん、RC ワールドの編集長がいて、うん、で寮専務ですよ。はいはい寮専務当時のね役員、うん、4人、はい怖い。いきなり一発目で怖いおさんばっかり一発目でそういう、うん、おすごいっすね。で俺はいってまあまあ本つけて決まってですなんとかなんとかです、はい、みたいな話から、はい、いきなりさ当時のさ、うん、某小さい方の専務がさ、はい、お前やデスマス言ってんじゃねえよ。お新しいすげえ新しい。いや面接だからデスマス言うでしょ軽く圧迫入りましたね。デスマスじゃなかった。何とかじゃんとかじゃんって言うか。俺すげえやりてえじゃんみたいな言えない。俺絶対言えないよそんな。本作ってんじゃんみたいなこと言わなきゃいけなかった、うんうん、デスマス言ってんじゃねえよみたいな、うんうん、圧迫、うん、圧迫ね。圧迫にも軽い圧迫が。もう俺はそこ圧迫するんだ。学生じゃないんだから、うん、俺も社会人だから。中途社会人だから中途で来たなと。圧迫面接ないね。かまされてんぞと思ったわけですか。でよ、はい、何ができるんだよみたいな。ほうほう。なんでそんなベランメーナーの。なんかね、ええ、
で社長は今の社長は横でニコニコ笑ってる、うん、だけで、はい、うなずいてるだけや、はい、でじゃあもうかませ犬的なキャラがもう出来上がってるわけだねえ、ほんで一人すっごい僕されて、はいはい、ほんでもうそれだってあれなんじゃない、チーム編成だったんじゃないですか、面接の時はニコニコの現社長と、うん、まあ、あそこほら付き合い古いから、あうんの呼吸でお前かませ犬やっとけよみたいなさ、うん、はい、で入ったんだよ、そんなに、いやいや何ができるんだ、はい、みたいな話取れたからさ、はい、ラジコンですって言ってたら多分人生変わったその時僕ラジコンに目がないんですって言っとけば今は全然違う、ドローン飛ばしたかもしれない、ラジコンじゃんって言ってたからクリスマス言えないからもう NG ワードになっちゃう、そのタイミングね、うん、いやそんでいや結構アメリカとか行くの好きで、はい、今の取材でもその当時のね、あ当時も言ってたから仕事で俺、はい、あのアメリカとかカナダとか、はい、あの勝手に企画考えて、うん、勝手に行かせてもらってたわけよ、うん、はいはいはい、でそういうのが好きで、だから、はい、アメリカンカルチャー好きでみたいなこと言って、はい、うん、そんなこと聞いてねえんだよみたいな感じ、また食いついてくるんだよ、その人は第二圧迫、何なんだよ俺に対してよこいつ俺のこと嫌いなんじゃねえかと思うよね、いや役割分担なんじゃないですか、それ面接の、うん、それで、で、うん、本、まあ、まあ、一通り本を作ります、うん、はい、だろうね、うん、いやもう月刊誌やりながら、うん、それこそムックもやってたし、はい、書籍とかも俺結構やってたんだよね、はい、待機シャトルの書籍とか出してたよね、はいはい、まだマニアックすぎる書籍になるの、待機シャトルって一冊になるの、一冊だよ、すげえ、どっからおぎゃーと言われたその日からみたいな話になって、いやいやもう戦歴がオーナーの話から始まるわけよ、うん、待機シャトル、馬主さんの話だったり調教師、調教師とかも全部、まあすごいわけよ、うん、そのルポライターみたいなのいるわけ、あもうそういうドキュメント、うん、でもうそれ一生分の、それでもうすごいぜ、海外の G1 に挑戦してさ、フランスの、うん、勝つかどうか分かんないじゃんみたいなやつ、うん、いやそれはもうちょっと距離短いですね、勝つか負けるか分かんないのにその本を完成させるためには、はい、勝ってもらわなきゃいけないわけだよ、だ予定校みたいなのも組んでるわけでしょ勝ったみたいな話になってるわけ、ちっちゃい本は作ってまだ作る前だよ、うん、だけどでも取材に行かせるわけよフランスまで、うん、ああなるほどね、そうかそうか、行かせなきゃなんないわけだよ、負けたら記事になりにくいもんな、なりにくい、うん、その本の注目度する、うん、はいはいはい、そういうことか、そしたらさ、それはもうそのライターさんと執筆者の著者の人とカメラマンとで行ってもらってさ、はいはい、これはさで勝ったのか、勝ったんだよ、よかったじゃねえかよ、じゃあ本としてはちょっと待って、なんでずっと競馬の話してんだよマジででもね、馬だよね、確かに、俺のね、うん、地元のね、うん、今住んでるところのね、うん、市の図書館行ったの、うん、図書館にライターに置いてないんだよ、うん、残念、寂しいな、うん、だけど王者の定石ってその本は待機シャトルの書籍はある、待機シャトルの本は図書館にあって、うん、おおと思ってちょっと嬉しかった、あでも図書館にストックされるような本を作れるっていうのは少しちょっと気分は上がるかもしれないですね、だね、うん、いや我々ももっと置くべきだろうと思うものいっぱい置いてあるよ、うん、でも、ね、今図書館だって普通に売れてる週刊誌とかを何冊も買って置いてんだよ、あ、そう、週刊誌読めるの、図書館行ってねえもん、最近図書館よくね、新聞なんかはね、うん、ちょっと昔までさ、遡れて見れますみたいなのは、うん、で、今日はね、あるけど、そう引っ張ったな、前置きこれこの話で、うん、ちょっと待って、でライトニングの歴史だぜ、あ、歴史ね、歴史、歴史っていうか、その前にだって小川さんが入ってきた話から全然勝手に待機シャトルがうんならかんたらなってた、そう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 、うん、そっから始めようとしてたよ、うん、最初は入ってきたんだよ、名古屋、名古屋に行く話からの、覚えてるの俺来た日、俺も覚えてる、来てる、だってさ、地べたから起き上がってきたの、俺やべえとこ来たの人が生えてきた、人が生えてきたと思って、人が生えてきた、人が生えてきたわけやべえ、定時に行くじゃん、10時、はいはい、って言ったらさ、ぐわっと起きてきてさ、おい、じゃあご飯でも食べに行きますか近くにさ、ファミレスがあったから当時ね、あ、あったね、そう、はいはい、で行って、うわ、やっべえ、はい、やめてと思った初日早速ものの30分で、そうそう、じゃあね、今度社長に会いに行くじゃない、うんね、今日から来ましたっつって、そうそう、うん、お前さ、来週 LA 行けよっつって、うん、いきなり言われたわけ、俺さ、よく分かってねえわけ、ライト、はいはい、まあ読んだことはあったけど、で、LA 行ったわけですよ、とりあえずね、行けと言われたから、うん、なんだこれと、そう、何がクールなのか分かんねえぞ、これっつっていうか、かっこいいけど、そうそうそう、どういう、ほら、もう LA なんて全部、そう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 、そうね、そうなの、だだちょうどあれの時だよ、あれは10周年記念号、いや、100号記念号、あ、100号、黄色い表紙、うん、そう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 、アメリカ国旗のイラスト、ああそうだね、そうだね、小池さんその時ダメ、いないいない、車の、あ、そっか、車の一回離れた時だ、うん、そうそうなの、
急に行かされてちょっとびっくりした。面食らったもん。そうだ、面食らってたの。面食らやってねえし。面を食らったの。面を食らったんだよ。この風貌でさ、面食らった。面食らやってますって言ったら、うん、ちょっとそれも刺激的な方向に行くんだな、面食らも。面食らも意外と骨太なところだったからね。そうそう。シュッとしてるだけじゃねえ。面食らっていうのはあのメンズクラブなんですね。うん、歴史のあるラッセージですね。そうです、はい。ちょっと小綺麗な格好紹介してますからね。トラッド系がそうですからね。そうですね。話が全然いかない、及ばない、歴史に。うん、いやこれ、とりあえずさ、これ持ってくればなんか歴史が話せんじゃん。え、ちょっと待って、100号の時に、だから99号でしょ。これ全部乗ってるからね。99号の時に入ってるわけでしょ。そう、99号の、そう、光陵5に入ってた。光陵中に帰ってきてる。あー、なるほどね。この本作る時、表紙をさ、300号分の表紙を全部並べなきゃいけないじゃん。うん、もうさ、1号から行ったらさ、はい、1号からさ、何号目までこれ。これすごいなね、0号乗ってんですよ、うん、創刊準備号から乗ってる、うん、0号から、それで引くとさ、うん、最初のさ、73号まではさ、うん、ずっと表紙が所さんの表紙になるんですよ。なんかそれで本が始まっちゃうのも、うん、なんか申し訳ない気がして、うん、なんと俺はケツから入れたっていうね、うん、これ、あー、そういうことか。遡ってくっていう構成になってんだけど、はいはい、じゃあちょっと99号は99号、何年ですか99はね。99はそこ小川さん入った時ですよ。そう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 。え、じゃあ小川さんはだから105記念から105だよ、ボリューム100から、ね、で99の時に入ったらこれ何年、あ、何年か分かんないの、書いてない、ボリューム100としか書いてない。あ、うん、これがだから2000、うん、俺が入社したのは2000だから2001年です。2001年だよ、宇宙の旅ですよ。そうそうそう、うん、2001年だから俺、うん、そうそうそうじゃねえって言うと、うん、30歳の時、うん、30? うん、じゃあ俺20代よ。俺20、あ、そうだ、俺28の時29だもんな、俺だ。そう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 、やばい、みんなフレッシュだったね。やばい、もういやでも徹夜上等だったからね、あの時。フレッシュな時を見せたくないね、今の若者たちにね、うん、逆に言うと俺は見せたいよ、うん、体重何キロだよ。まあまあまあ、それはあるでしょ。60キロだぞ最初さ。松島関って言われてたじゃん。そうね、親方だから偉くなって親方なんだよね、うん、そうだよ。だけど関って言われてた時は多少丸かった、多少ちょっとこうわがままボディだったわけだ。そう、丸みは帯びてきてた、丸みは、うん、もうね、うん、アスリートではなかった。そ、確かに、ね、だろうな、うん、あれかけらもなかった、うん、かけらもなかった。そうなんだよ。だからそうやって考えると、そりゃ二十何年も経てばね。だって僕が4周年からいるんですよ。そうね、この本にそう、うん、4周年今だって26年目、うん、もうそりゃだって俺7周年からだから、うん、3年後なんだよ。だからそうだ、そうだね、うん、で70、そうだね、100号でしょ。100号だから多分1、2年ぐらい、1、2年後に入ってきて、1年後で、1年後、まあ、ほぼでその1年ぐらい前にはもう、10ヶ月ぐらいで1年後で、だから俺より1年先に入っただけなのに、うん、入ってきたんだよ、地面からむくった。そう、やっべえよっつってもうなんかね、ここ変なのかぶってるわけ、なんか通路で、ね、ほら若かったからさ、もう床で寝ても大丈夫だよ、ね、若いからね。そう、もう帰る気力もないから寝ちゃうみたいな、まあ、いろいろほら黒歴史をたどるとさ、うん、その1年間が激動の1年でさ、うん、話は聞いた。俺が入った時の人はほぼみんないなくなったんだよ。そうね。そう、俺も込めてね、うん、そうそう、うん、でこっからゼロリセットで、うん、あの新しいライトを作らなきゃっていうタイミングで、うん、やることがいっぱいあったんですよ。でもそれがあったから人も募集してたしっていうのはあったんじゃないですか、うん、そうなんです、ね、そうなんです、すげえ募集してたんだよ。だ、媒体も増えて人もチリチリになって、うん、だからそうですね、そうタイミングがあったんですよ。そう、たまたま ねたまたまカメラ編集部に来たけど、そう、撮ってもらえず、うん、そんですぐに俺話して、うん、小池さんすぐ戻してくれっつって、うん、人が足んねえっつって、いやいや、なんかこう細かいことやってくれる。どういうことだよ。小池さんやっぱりそういうとこすごいから、うん、事務処理系でしょ。いや、事務処理めんどくさい系、もうめんどくさい、そう、めんどくさいことは全部細かいこと、俺ができないことは全部できるから、うん、違う、俺がめんどくさいことから先にやる性格なだけなんですよ。後回しにしないっていうか、うん、分かります、うん、だから先にやるだけで、いや違う、だって先にやらないから作曲やらない。そう、やらないんだよ。後回しにもしてねえんだよ。やってねえ。後回しにしてやらないんだよ、うん、でも俺は性格的に先にやっつけたいなっていうだけなんだよ。食べたい時に食べる、そう、眠い時に寝る、ほう、何が悪いんだよ。真理だな。哲学入ったね。哲学、はい、そうそうそう、だから食べたい時に寝るタイプだよね、うん、
いやそう俺寝ちゃうそうそうそう食べたい時に寝ちゃう食べずに寝れるそう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 どっちかっていう、うん、お腹空いてるけど寝た方がいいんだよね。お湯さん生き方変えた方がいい俺が間違ってんのかそう